小次郎さん、そっちに移ってよろしいですか。さっきからずっと隣で飲んでましたよ。人より先に来るのは私のモットーですのでね。約束の時間まではプライベートの時間を満喫させてもらえませんかね。皆さんそうおっしゃる。商売は信用が第一ですからね。あそこのぽっちゃりしたウェイトレスが小次郎さんに興味がおありのようだ。どんな具合なんです？まだ雇われて日が浅いんでしょ。博愛主義者の小次郎さんらしくない。おっと、噂をすれば。私はもう一本これと同じボトルを。鼻血が出てますぜ、小次郎さん。さあ、これで。地震は起きてませんよ。勘弁してくださいよ、小次郎さん。まずは小次郎さん、あなたに渡しておくものが。チャンバーへの装填不具合を修理しておきましたぜ。周りには誰もいませんぜ。見られたとしても誰も本物とは思いませんよ。モデルガンかなんかだと思うのが関の山でしょ。ふん、グロック22カスタマイズですか。プロ仕様ですね。おっと、銃口を向けないでください。目が生き生きしてますね。いつもごひいきにしていただいていますからね。グロック用40スミス&ウェッソン1箱分サービスということで。それはもう何しょう。叶いませんね、小次郎さんには。実はですね、最近私は加速度的に忙しさが増してきまして、大きなクライアントが一つありましてね、ここへの情報リークにかかりっきりなんです。いや、私の方もできる限りスケジュールの調整はしますがね、小次郎さん。あなたの依頼に十分応えられるかどうか少々疑問なんですよ。そう言っていただけると助かりますよ。いや、何、聞きたくても聞かないでくれる小次郎さんには大変感謝してるんですぜ。そういうことですね。どうぞ。
彼らはいつも動いていますぜ。具体的に願えますか？文様絵画というとイスラム美術ですね。その程度の知識なら私にもありますよ。この右側に置いてあるのは？なるほど、サイズ比較のためのマッチ棒ですね。わかりました。可能な限り情報を仕入れてみましょう。時に、この写真は？よろしくお願いします。何です？こうですか？名字ですか？名前ですか？それともニックネームですか？漠然とこうですか？難しいですね。私の知る限りではありませんね。ありませんね。知りませんね。わかりませんね。ご自分で調べてください。その通りで。もしそうだとしたら、ブラックマーケットに出た途端情報は入ってきますよ。残念ながらコウという人物がまがいものをそうでないと信じ込んでいるだけですね。美の世界にはよくあることですよ。まがいものに散々貢いで破滅していく輩などいくらでもいますから。私は美術品にだけは絶対に手を出しませんから。信じられるのは情報の質ですね。そうですね、今日の夜にでも。では商談成立ですね。今日の夜には何らかの形で情報をお渡しできると思いますよ。フォローになってませんぜ。ゆったりと行きましょうよ、小次郎さん。ま、本国じゃ田舎者の酒ですがね。私はちょびちょびやらせてもらいますぜ。私の趣味にも合ってますぜ。じゃあ小次郎さん、私はこれで。僕にだってね、プライベートの時間はあるんだよ。ノーコメント。何やってんの小次郎。だから言ったじゃないか、プライベートな時間なんだって。ちょ、何匂いを嗅いでるんだよ。ドキ。
ちょっと、プライバシーの侵害なんじゃない？そんなの小次郎には…小次郎には関係ないだろ。なんだよ。僕は別に桂木さんたちが来てないなんて言ってないよ。桂木さんとこにあの話を持っていこうかなって言っただけで、嘘はついてないつもりだけど。へへ、ぐうの音も出ないよね。で、違うよ、紹介料の50。そこまで厚かましくないよ。こう見えてもね、僕はナイーブなの。絵を見つけたらさ、ちゃんとお金ちょうだいよね。何？絶対に確実に絶大に超絶に地球が滅亡しても嫌。絵を見つけたらさ、ちゃんとお金ちょうだいよね。ああ、今超いやらしいこと考えてたろ。小次郎、君ね、カメラを冒涜するようなこと言わないでくれる？ちょっと、いやらしい解説をしないでよね。そんなことするの小次郎だけだよ。そんな物欲しそうに見つめてたってね、絶対にあげないからね。このカメラはね、小次郎の今の月収の256倍の金額出しても買えないんだからね。このカメラを欲しがらないなんて小次郎は変態だ。ダメ。絵を見つけたらさ、ちゃんとお金ちょうだいよね。教えてよ。その力になれるかもしんないし、そうだよ。うん、ありがとう。ほらほら、ほら！誰が新幹線だ！誰も貴様など呼んではいないぞ！そこの君、部外者との死を慎みたまえ。二階堂だ。一体何の用だ？貴様はもう、この探偵事務所とは関係ないはずだが。貴様と話すことなど何もない。気安く二階堂君などと呼ぶな。鳥肌が立つわ。
誰が東海道だ。貴様と話していると頭が悪くなっていくようだ。僕をバカにするか。気安く呼ぶなと言ってるんだ。なんでそうなるんだ。所長は奥の部屋で書類の整理をされている。ここ葛城探偵事務所はな、貴様のところのようなダニみたいな小さな事務所じゃないんだ。依頼など当然複数同時進行に決まっている。おい、これどこに行くつもりだ。部外者で厚かましい貴様には全く関係ないことだぞ。何わけのわからんことを言ってる。ダメだったらダメだ。顔を見ながらわけのわからんことを言うな。ふん、どうせ泥棒猫のように捜査の進展でも聞きに来たんだろうが、そうは問屋が下ろさない。ふん、僕はな、貴様には考えもつかないような手がかりをすでに見つけてあるんだ。バカか貴様は。企業秘密をそう簡単に商売敵に教えられるか。だがヒントくらいは教えてやろう。所長には口止めされているがな、貴様の症状映え程度の軽い脳みそではあれが単なる紛失事件だと思ってるだろうが、なぜそのことを知っている。そうか、コウさんに聞いたんだな、この卑怯者め。そうまでして手柄を得たいのか。ふん、うかつにも大切なものをどこかで落としてしまったのでな、二階堂一生の不覚で。貴様は一体ここに何の用なんだ。じゃあ何のためだ。何か言ったか。なんだ、どうした。何をバカな。おう、ここではやめろ。絶対にやめろ。誰かバケツを持ってこい、早く。ここに吐け。なんだそれは。じゃあなんで吐き気を催したんだ。なに。貴様、もはや堪忍袋の方が切れた。仏の顔も三度まで、二度あることは三度ある。また貴様。貴様には言っておくことがあるぞ。誰がそんなことを言うか。いいか、覚悟をしておけ。どっから甲さんに取り入ったかはわからないがな、これが貴様の探偵としての最後の仕事だと思え。ここ数ヶ月依頼が全くなくて干上がる寸前じゃないのか。貴様のところにはな、依頼がいかないような仕組みになっているの。ライセンスも当分停止だ。僕は協会のお偉方にもコネクションがある。半永久的にライセンスを停止させてやる。
この業界では二度と生きていけないようにしてやる。貴様の味方につくやつは一人としていないんだ。笑ってられるのも今のうちだぞ、裏切り者め。さっきから一体何の騒ぎなのか。所長、一体これはどういうことだ、二階堂君。いや、これはその、この小次郎が。小次郎、来ていたのか。来ているなら一言声をかけてくれれば。所長、こんなやつをまた。二階堂君、ここの所長は私だ。私が決める。小次郎どうだ、奥の部屋に来て。小次郎。小次郎、待ってくれ。少し話があるんだ。すまなかった、急に呼び止めたりして。そのさっきの二階堂君とのやりとりだが、その大体の会話の内容は聞こえていた。彼が小次郎にその結構ひどいことを言っていたようなんでな。本当か？分かった。小次郎がそう言うなら本当なんだろう。だが、一応けじめはつけたいんだ。いや、小次郎、お前だからこそけじめをつけたいんだ。葛城探偵事務所所長として謝罪する。署員の不手際は私の責任だ。ああ、そう言ってもらえると助かる。しかし小次郎と二階堂君とのやりとりを聞いていて、改めて思ったよ。相変わらず腕は衰えていないな。もう何か掴んでいるんだろう。企業秘密というわけか。弱気だな。そうか、小次郎でもさっぱりか。どんな？やはりそう考えていたか。それは二階堂君の考えだな。あるはずだ。あの住宅街一帯は警備会社が率先して防犯装置を取り付けている。確かにそう考えれば辻褄は合うな。だがそうすると手がかりが残りすぎている。なるほどな。とすると甲の狂言の可能性も出てくるが、保険金か。保険金目当ての狂言か。案外可能性があるかもな。作為的すぎるのがネック。
だがさっき作為的すぎると言ったじゃないか。確信はあるのか。いや、昔を少し思い出したんでな。二人でよくこうして推理のぶつけ合いをしたじゃないか。今日一日でそこまでたどり着くなんて、やっぱりさすがだな。なぜそこまで私に言った。これでも一応小次郎の商売敵だぞ。そう言われてみればそうだな。ああ、負けないつもりだ。我々もな。なんだ。ああ、まだあのマンションにいる。意外に住みやすいんでね。小次郎が出て行ってから身軽な生活を楽しませてもらってるよ。おまけに仕事尽くしで変な虫もつかない。いいことずくめだ。あいにくとそういう方面にはとんと興味が湧かないんでな。彼氏を作れってうるさく言う友人はいるがな。独り身の方がずっと気楽でいい。そのことに気づかせてくれたことには感謝している。恋愛のいざこざもないし、振られ別れもないしな。小次郎の方こそどうなんだ。そう、小次郎は昔から女には節操がなかったからな。事実だろ。じゃあ私はまだやることがあるんでな。時間を取らせて悪かった。お互いに納得できる仕事をやりたいものだな。
の。さよなら。見つかりました。それでは手が…それでは何を見つけ…はあ…何でしょうか。はあ…ですから何でしょうか。はい、一応存在します。それが…はあ、それはさすがですね。ありません。やはりこれはプロの仕業なのではないでしょうか。いやいや、これだけ真面目な方だと本当に安心しますよ。だんだんと絵画に近づいていると受け止めてよろしいのですね。で、今日わざわざ来られた用件は？まさか防犯装置の確認のために来られたわけではありますまい？で、今回はまたどんなご用件で？はあ、やめてください。私が不在でなければいつでもいらして頑張ってください。あなただけが頼りなのです。
どうなさいましたか？何かご用でしょうか？はい、ここに勤めている松野と言います。そうですね、まだ新人って言えるかもしれません。どのくらい前でしょうか？では、私とはお会いしていませんね。私はまだ最近入ったばかりで。は？館長さんは女性の方ですけど。館長さんは独身ですが。館長さんは一人っ子ということですが。はあ、つまりどういったご関係なんでしょうか？はあ。いいえ、まだアルバイトです。はい、高額のために働かせていただいています。ええ。教育実習でここに来ているんです。はい。どうかなさいました？は？来館されたのはどのようなご用でしょうか？そうですね私ってまだ見習いですから、おバカさんねで、どのような本をご所望でしょうか？美術品ですか？それでしたらお力になれると思います。あ、ですけど。ええ、ここはもうすぐ閉館しちゃいます今日は時間が来たので閉館するんです。明日午前中にまた開館しますよ。明日来ていただければお手伝いできると思いますが。お任せください。右も左もわからない方の手を取って正しい方向へ導くのが私の職務ですから。手取り足取りを教えします。安心してくださいね。は？何か？美術品でしたよね。美術品といっても様々なカテゴリーがありますが。お客様の、失礼ですがお名前は？たくましいお名前ですね。そうなんですか？はい、小次郎さん。小次郎さんのお探しの資料は彫刻、陶芸、絵画、近代美術、どういったカテゴリーのものでしょうか？私、学校で古美術史を専攻しているんです。ですから少しはお役に立てるかもしれません。ただし一般の来館者には館内の資料は貸し出しできません。そのあたりをご了承してくだされば。では明日来ていただければ。ええ、小次郎さん、どの国の絵画か教えていただければ先にお探ししておきますけど。イスラムですか？あそこは内情が複雑ですからね。確か文様絵画が主でしたね。イスラムの絵画に限っては総資料は多くありません。大丈夫だと思います。あ、はい、今行きます。ごめんなさい、もう閉館です。はい、お待ちしています。いいえ、とんでもないです。
それじゃあ。ちょっとあなた、何をしているの？門のところでうろうろしたりして、変質者？違うというの？へりくつを言う人ね。ま、あなたなら見るからにやりそうだわ。だったらどうだというの？そうよ、制服を見ればわかるでしょ。じゃあ今度はあなた、ここで何をしていたの？やましいことがないなら答えられるはずでしょ。コウさん、ディレクターの？バカね、校長先生のことよ。あなた本当に知り合い？古い言葉ね。まあいいわ、警察には通報しないであげるけど、この辺をフラフラしないことね。変質者に間違われるわよ。校長先生に会いたいなら昼間来ることね。もっとも最近はお休みされてるようだけど。おっと、失礼したわ。怪我は？先を急ぐので、それでは失礼。何が前触れだ。二階堂だ。小次郎と出会うとは今日はつくづく運がない。バカか貴様は。どうせ高さんにまたゴマでもすりに来たんだろう。二階堂だ。僕は貴様ごときに遅れは取らん。 ID 操作が僕の味方だからな。インポータントデータだ。おい貴様、いいか、高さんに余計なことは言うな。この山は僕が解決する。貴様、所長にまで妙なことを吹き込んでくれたな。いいか、この件は物取りだ。僕の集めたデータと長年培われた勘がそう言っている。ふん、あ、当たり前だ。おい、貴様、いいか、コウさんの前で得意げに僕の推理をなねなねしく読むな。二階堂だ。いいか、そういう卑劣な手で僕に勝ってもきっと貴様は両親の呵責に押しつぶさ。何、自分の顔を殴っている。とうとう今回の山を片付け、次期所長の座はこの僕。今回の山で貴様をギットンギットンに完膚なきまでに叩きのめ、貴様がいかに無用で無能かを知れば所長もきっと目を覚ますだろう。
所長を二重の意味で手に入れるのさ。そうだ、僕の頭の中はそんなん。諦めたか。当たり前だ。なんだ貴様が言うことか。そんなにらみつけても僕貴様のここにいる挑発には乗らんぞ。いいかこれ、くれぐれも僕が言ったことを。様でしょ。あ、あ、天城さん。とうとう見つかったのです。あ、どこへ行かれます。まあまずはお座りください。そうなんですか。でもさっき二階堂さんがかなりの確信を得ていると言われたもので、すると二階堂さんの方が捜査はし、はい、ぜひ結果を出していただきたく思います。お聞かせ願いますか。二階堂さんには無論言いません。どうぞ。二階堂さんと正反対のことをおっしゃる。物取りでないとすると一体何なんでしょうか。やけに自信を持って言われますね。勘にそこまで。そういうものですか。どなたから聞きました。情報源はうちの女生徒ですかな。以前旅行のお話をしましたよね。校長という職業は結構フリーな仕事だと思われがちですが、意外に雑務に追われるのですよ。ですからここ1週間ばかりまとまった休暇を自主的に取りました。お金の感情はあまり好きではありませんから。私が職場に復帰するのは早くても3日後です。その時までには絵画が見つかっていることでしょう。
そういう日程になりますね。いずれにせよ、協力は惜しみません。必要経費は請求してください。期待していますよ、天城さん。はい、本当によろしくお願いします。頼りにしています。それで十分ですよ。ああ、そうだ、天城さん。私は今晩、仕事関係の会合がありまして、それに出席しなくてはなりません。ですから、もうすぐ出かけますので、何かご用があれば、明日ということに。ご苦労様でした。小次郎さん、私ですよ。ま、そんなところです。いろいろと情報を仕入れましたがね。いえ、まず闇ブローカーどもの間には出回っていません。例の文通は。確かに美術品ではありますがね。あれは二足三文の。その通りです。通常の盗難よりは怨恨の出過ぎたまででしたかね。誰だ？宗教、新聞、その他の勧誘は間に合ってる。小次郎か。今日中にやってしまわなければならないことがあるんでね。一人なのは単に就業時間を過ぎたからだ。いつもみ就業時間内に仕事が終わらなかったからだ。時間内に終わらない量だったからだ。必然的にそうなっただけだ。お互い様だ。したいしたくないの問題じゃない。何の話だ。一応これでも所長だからな。署員のみんなを養わなくてはならないのさ。嫁に行く気などさらさらない。一人今日は古い友人と久々に会う予定でね。もう少しで霧をつけるさ。幸か不幸か。何をだ。ここがどうしたんだ。
どうしたんだ、おかしな男だ。何腰をうごめかしている、気持ち悪い男だ。発情したのなら外へ行け。で、変なことをしたらただじゃおかないぞ。何の話だ。いやらしい目で見ながら妙な論評をするな。真面目ってわけじゃない、これは所長としての義務なんでな。今日中にやることが意外に多いんでね。別にパパの写真は少ないんでね。あの時は本当に それがどうした。別に こっちからも一つ聞こ。真顔で変なこと言うな。商売がたきにこんなことを聞くのはなんだがな、捜査の方だ。やけに余裕だな。謙遜からしくないな。怪しいもんだ。小次郎、お前は無神論者だろ。まあいいさ。小次郎といると不思議と気楽になってくる自分が時々怖い。私も物取りの線ではないような気がしてきている。いや、メインで動いているのは二階堂君だからな。ああ、自分の理論に陶酔して現実を見失いがちだ。小次郎、お前は柔軟すぎるんだ。汚らしいものは見せなくていい。お前の操作や考え方には他の署員がついていけない。探偵のマニュアルにないんだ。ああそうだ、小次郎のように才能で操作できる人の方が少ないのさ。圧倒的にね。似たようなものだろ。その考え方が柔軟すぎると言っているんだ。そんなんで仕事ができるのは小次郎と私のパパだ。ここの元し、やめろよ今さら。同情なんて言葉もお前の辞書。その目だ、変わらないな。小次郎、お前は変わらないと言ったんだ。小次郎は時々背筋が寒くなるような目をする。今さっきの小次郎がそうさ。ここにいる私、ひょっとこみたいな顔するな。小次郎、私にはわかる。小次郎、お前の子パパも時々お前バカ冷たい目。パパが死んだの知っているだろう。な、何って知らなかったのか。そうか、数日前拘置所が火災でね、焼け死んだって。
泣く暇もないくらい忙しいんでね。だが、まだ泣けない。ショックみたいだな。そんなお前に、私が小次郎にパパをめぐってだ。自分でもそう思う。引っかかる言い方だな。そうさ、私はパパを愛していた。パパと親密な小次郎を妬ましく思ったこともある。だけどその妬みの感情は自然と変わっていった。そうか。だったらなぜ？理由を聞くのは愚問だろうな。小次郎は法と秩序を乱す輩を逮捕した。それだけだ。すまないが、帰ってもらえるか。仕事をしたい。すまなかったな。あまり相手もできないで。小次郎、お前には真っ